いただきます。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。打点が高えよ。はい、いただきます。いただきます。スプーン使ってもいいからね。うん、あ、熱いんだ。熱いよ、そりゃ出来たてお弁当ですから。あ、満開。おじいちゃん、はい、満開の桜はどうですか？いいね。ほんと満開だな。ねえ、よかったね。あれ、あそこに全部、全部咲いてる。そうだ、全部咲いてる。今日はこれを見せたかっただけです。あ、そうですか。うん、はい、じゃあ行きましょうか。はい。はい、じいさん、どうでした桜は？いいね。よかった？久しぶりに笑顔になりましたね。
はい、いただきます。それではいただきます。手が震えるな。手が震えてる。皆さんこんにちは。入院という響きが、ショックすぎてぼーっとしたり寝てたりしてたら、ご報告が遅れてしまいました。すいません。しかも気づいたらエイプリルフールになってて、なんか嘘みたいな話なんですけども、本当でございます。でもね、そんな暗い話じゃございません。改めて説明すると、 MRI の診断結果は即入院、病名は脳梗塞でした。幸い転倒による脳へのダメージはね、ほとんどなく、脳の状態からも3月26日の夜に発症したと、診断されました。転倒の前ですね。で、原因は、約15年前に起きたくも膜下出血の後遺症と、年齢によるものだそうです。いや、だけども、正直直接の原因は僕の作ってるね、料理にあるんじゃないかと思って不安になってしまったので、担当の医師の方に伺ったら、検査結果から、食生活に問題があるとは考えられない。それに高齢者の方は味の薄いものばかり食べて食事が嫌になり、食べなくなるより美味しいものを好きなだけ食べられた方が健康に絶対いいと、おっしゃっていただきました。少しね、楽になりました。また、今回の脳梗塞による身体的ダメージなんですけども、ほぼ麻痺がないと、体の麻痺がない。ちょっと痺れとかね、歩行がちょっとテクテク、いつもよりもしてしまうっていうのはあるんですけども、入院を勧めてくれた医師の方はもう奇跡的だと、驚いてました。脳梗塞になったのに冷蔵庫の前でね、立ち続けられてたわけですから、すごいですよね。それにやはり、症状回復傾向に向かってるらしく、短期間の入院プラス運動で様子を見ればすぐにでも退院できるそうです。そして、あれですね、動画投稿は、祖父が退院して、元気になるまでまたお休みさせていただきます。今回はね、ご報告したかったので、入院中のね、検査で新たに何か見つかるかもしれませんから、再開するまで、たくさん過去の動画楽しんでいただければと思います。はい。そして最後になりましたが、視聴者の多くの方から寄せられた MRI 撮ってというね、コメントがあんなにたくさんなければ、ここまで無理やり MRI を取ることができなかったんじゃないかと思っております。本当にありがとうございます。CT を取った病院ではね、 MRI は必要ないと言われ、さらに申請も断られております。祖父のことでね、たくさん混乱してる中で、セカンドオピニオンなど他の病院の可能性も、ご利用しできたのは本当に、視聴者さんのコメントのおかげだと思っております。重ねて御礼申し上げます。はい。また何かあれば、ノートなどのブログや、その他 SNS で、随時ご報告させていただきます。詳しい詳細は、コメント欄もしくは概要欄に載せておきますので、ぜひそちらの方をチェックしていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。どうですか、おじいちゃん。はい、何でしょうね、これは。これは何ですかね。何ですかね。まあ、食べていきましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。美味しい。うん、うん、美味しい。なんだかわかるかな。これなんだろう。なんだろうな。
もう今食べてたよ。美味しい。美味しいな。何でしょうこれは。これは何でしょうね。鶏肉？鶏肉じゃないですね。柔らかさ的にはそのぐらいかな。うなぎです。うなぎ？うん。ん？なんかうなぎだと思って食べてごらん。それうなぎじゃない。それお米。そうそれ。うなぎいっぱい入れたからじいちゃんの方。それそれそれ。見たらうなぎだろ、うん、言われてみたら。うん。安いうなぎだったけど、うん、まいな。うん、うまい。うまいよね、うん、なんかね、しっかりなんか圧力鍋でやったらこんだけプリプリになったんだよ。うん、骨もないし。骨もないな。なあ、うん、ほうれん草うめえな。ちょうどじいちゃんと俺の分を炊いたのよ。今この食べる分だけ、うん、余ってないんだけど、そのやり方を覚えてから超楽です。ちょうどこれだけ炊いて、うん、いっぱい炊いたのも残してるじゃん、うん、結局じゃあ、あのご飯食べていいのに。炊き込みご飯、炊き込みね、うん、あんたの子分なの残しといた。違うよ、じいちゃんに食べてって言ったんだよ。じいちゃんのために残しといたんだよ、あれ。うん。うん、だ、夜か朝でもいいから食べちゃって、あれ。うん。うん、どうもか。佐久間さん。かわいい。
ピー。今日はアーティストのライブに行ってまいります。ん？アーティスト、アーティスト、スーパービーバーっていうさ、歌手の人がいるの、バンド、スーパービーバーっていうバンドがあって、どこで？千葉の方。千葉？うん、千葉だったら森のホールっていう、大好きなんだよ。もう辛い時とか悲しい時とかテンション上げたい時にその人たちの、今日これから行くの？そう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 、夕方からだから。でしかも今日がさ、何？天赦日。天赦日って言って、その神様が全員一回その帰るんだって、帰る日なんだって今日。千葉のどこの？じゃあ千葉のどこのって、それあれよ、それは森のホールっていう、なんかどこの子だっけな、上野から一歩20分ぐらいのとこなんだけど。20分で言うの？うん、うん、今日天赦日っていう日なの、じいちゃん。天赦日？天赦日、天赦日、虎の日、一粒万粒日だっけな、なんだな。なんかね、いろいろ重なってんだって。めちゃくちゃ縁起のいい日なんだ今日は。何かを始めるにはもってこいの日なんだってよ。天赦日っていうのが神様が帰るんだって、うん、神の神官に帰ってって、神様が帰っているから今から始めれば神様がまた新しくこの帰ってきた時にこう後押ししてくれるっていう意味で、今日なんか始めた方がいいんだって。そして何でも成功するって言われてる日なんだって。なんて神様？なんて神様か知らん。それ知らなきゃダメなのか。うん、やばい、名前わかんなかったみたいな。あ、もそうだな、うん、人もそうだもんな、知らない人にお願い事できないもんな、うん、今日暑くねえか、俺が着込みすぎなのかな。何時から始まるの？17時からだけど、なんかいろいろ T シャツとか買いたいからもっと早く、早く。風邪ひくぞ。うん、暑いんだよ。やっぱしなきゃはお酒弱いね、うん、お酒が弱い。今日久しぶりに飲んだんだけどダメだ。ずっとぼーっとしちゃう。お酒を飲んだんです。ん？昨日お酒を飲んだんです。昨日？うん、ちょっとテロンテロンになっちゃった。
1万いかねえだろう。ペロリでございますね、うん、はい、おいどっか、ごちそうさまごちそうさまでした。何時1時過ぎか、うん、1時過ぎだ。寒いかな今日。寒いよ。寒いか。向こうで T シャツ買うからちょうどいいかもしれない。ライブとか行くとさ、そのアーティストが売ってる T シャツとかあんのよ。販売してるの T シャツ記念に。それみんな買うの。買うの？うん。俺に合うサイズないけど、ほとんど。でかすぎるから俺は。嬉しいじゃん。そのアーティストの T シャツ着て応援するの。わかんないか。わかんない。それがしょうがねえ。食えるだけでいいよ。うん、水飲んだ？飲んだ。いいよ。くちゃっとくちゃって。俺は気にしないで。どうぞ。いただきます。はい、どうぞいただきます。日本の作品がアメリカで賞取ったんだよ。日本の映画が、うん、ドライブマイカーっていう。受賞はなってないんだ。ノミネートばけなんだ。主人もじいさん、うん、好きなもん食いな、うん。おいしい、うん、元気がねえな、うん、元気がねえ。スプーンで食いな。
それは多いんじゃねえか、うん、ああいいね。はいはい、いただきます。いただきます。スプーン使ってもいいからね、うん、あ、熱いんだ。熱いよ、そりゃ出来たてお弁当ですから。あ、満開。はい、どういうの。ごめんごめん、2個繋がっちゃってた。それトマトです。トマト、うん、美味しいトマトだこと、うん、美味しいね、うん、お肉がまた柔らかいぞ。今日は天気がいいね、うん、曇ってんじゃねえのか、うん、結構晴れてるよ、うん、お肉です。お肉はどうですか。うまい、うまい、うん、いいね。これ明らかに食べにくいな、うん、すまん。じゃあ人参、うん、お豆腐も美味しい。それお豆腐、お豆腐、それで取れちゃうからスプーンで食べてもいいよ。お箸置いてさ、足よりも楽だよな、戦争も大変だわな、うん、戦争も大変だ、大
大変だなあ。じいさんも大変だけどな今な。みんな大変なんだ。それは箸で食べた方がいいかもな、じいさん。サラダ、サラダ。それ海苔だよ。あ、うん、これとね、箸で一緒に食べた方が美味しいんだ。箸持てて口まで持ってくるからだいぶ回復したな、ちゃんも薬飲まなきゃいけないけど、俺も俺飲んだもん。うん、いや俺のね、俺の。ご飯固かったか。ご飯でもないな。そうでもね、うん、セブンやってんだよ。2時15分か。何時だっけ。16時。16時。うん、いやまだ2時間あったか。しっかりしてるな。よかったな。お水も飲んでね、お味噌汁ないから、うん、作れよって話だけどスープ飲む？うん、いらない、うん、確かに。
胸まだ痛いよな、うん、痛いよな、痛いけどこれ取れねえんだね、痛みはな、うん、それも全部今日見るから、うん、一応打撲とは言われたけど、うん、じいちゃんも高齢だから結構治りが遅いからさ、うん、打撲だったとしたらもしまた別のことがあるんだったら心配だから今日全部見るから、で明日わかるから、うん、うん、大丈夫大丈夫、うん、俺はいいんだよ、当たった、ああ、帽子サラダはスプーンは難しいわな、お箸で食べた方が楽だぞ、箸もしっかり持ってるしいいね、キャベツも美味しいよね、うん、特製ドレッシング、あんま味濃くないやつ、うん、ん何、
ていいよ。何、うん、食欲あるね、いいね。昨日はお弁当半分も食べれなかったのにな、4月1日は何の日か分かる？あ4月1日4月1日うん、4月1日なんで誰かの誕生日。誰かな、分かんねえな。言ってごらん、なんか適当に俺ではない、じいちゃんでもない。誰だ？スミレは、スミレは違う、スミレは違う。12月だったかな、確か。12月？ 12 月だったっけな、1月だったかな、分かんないけど。あと誰いるよ。4月1日誰だ？シュウスケじゃなくて、シュウスケとあともう一人誰いる？ユリイカ？いやいや奥さんじゃないよどんな確率で外してんのよお兄ちゃん、ユウスケ。ユウスケ4月1日、ユウスケ4月1日嘘みたいな男の子だよ。もう少しで誕生日だし、その2週間後にはジムにも行けるしな、じいさん元気になったらな。うん、よしし活動だか。そうだよ。飲みながらね。うん、ちょっと飲みな。もう一応。
いよ。あと半口、うん、よく食べたね本当にな。あ少なめにしたけど、うん、全体的に。戻ってきたな、うん、食欲は戻ってきた、うん、ちょっとまだ手が震えたりするけど。イエイ、ハイタッチ、タッチ、オッケー。 ありがとう。いやー、こちらこそありがとうだよ。わ、すごいな。よく食ったな、マジで。嬉しい、うん、よし、お薬飲もう、お薬。なんだこれ、これの、うん、痛み止め、痛み止め。これ痛み止め、これもらったやつだよ。あ、よ、これまず口入れて、いや、はい、お水、お水で飲んで。いや、ナイス。しかもじいさん、一回も吐いてねえしな、あの日から。よしよしよし。いただきます。それではいただきます。手が震えるな。ん、手が震えてる。うん、茶番持つようになったな。ん、何でもね、茶番を持つようになった。ご飯硬すぎるね。硬すぎるよね。うん、大丈夫？うん、大丈夫。止まってんのか。ん、時計止まってんだ。Thank you.
無理して片手で持たなくてもいいからな、両手でこうゆっくり飲んでもいいんだから。あなたよくこんな美味しい味噌汁作れるわね。美味しい味噌汁。美味しいよ。すごいよ。ピーマン入れたの？ピーマン入れたの？ピーマン、あ、そうだ。ピーマン入れたな。うん、立山って言ったよ。立いつもだいぶあれが減ってきたね。うん、鏡とか見てないのか。まあまあまだちょっと左目開いてないけど、だいぶ良くなってきたな。1週間か、早いな。でも治るのが、あとは今日見て、脳みそ見て、今日聞いて、今日結果出るからね。あと1時間ぐらい、これエビ食べなさい、美味しいよ。あ、こっちね、大きいけど。
プリプリでしょ、プリプリでしょ、うんうん、エビチラズですね、うん、味付けいいでしょ、うん、僕がいらないよ、うん、いらないよ、何、うんうん、いらない、いや、いらないって言うなよ、俺は俺が食うんだよ、ただ一番の得意料理なのに。ほんとさ、最近なんか晴れたり曇ったりだな。昨日？昨日もそうだし、今日もそうなんだよ。今曇ってんだろ？曇ってんじゃんか。もう6日間ぐらい家にいたからさ、じいちゃんの世話して、うん、今日久しぶりに運動してきて。運動したの？池尻を、池尻って東京の方まで、うん、もうくったくただよ今。何時だ今？2時？2時前か、うん、早めに片付けたね。じいさん全然ゆっくり食っていいよ。じいさんはツボもこれでいいからね。もう今日話聞くだけだから。話聞くだね。昨日検査した、うん、頭測ったやつを、うん、頭と胸測ったやつを、うん、それ聞くだけ。
でこれを片付けなかった俺は。ん？これを洗うつもりで洗ってたのに。うん。俺洗うの。うん、いいよ、洗うんだって。洗っちゃダメだな、あなたは。ね。うん。あと1週間ぐらい我慢してください。ゆっくりゆっくり、お散歩とかも全部付き合うんだから。一人で今までできたことができなくなっちゃったの。あ、ね、うん、結局最終的にやらせるから、あ、やらせるから検査がね、結果出る 何日間はやめて、うん、ね、約束しよう。食べちゃいます。やっちゃん、イチゴ持って帰ったか。ん？イチゴ。イチゴ入ってんだよ。入ってるわ。入ってるわ。イチゴ食わなきゃさ、これ。うん。昨日も食べたんね。昨日食べたんです。食べたのか。少し。これ最後だ。うん。イチゴこれ最後。
はい、ごちそうさん。いいよ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 、いちご食べなさい、はい、あと1個俺食べる、俺あと1個食べるんだよ、あなたも1個。はい、早いな食べるの。はい、ごちそうさま、はい、これも洗わなきゃ。